これが猫のうんちから作ったコーヒーです。はい、みなさんこんにちは。レナです。サガです。 AT ブログです。昨日スクーターをレンタルして、今日は、バリ島の北の方に向かって、ちょっと自然なところいろいろ見たいと思います。そうね、ちょっと今日はプチ旅行みたいな感じで北の方に行って、そこで一泊して、明日の夜にまたこっちに戻ってくるって感じです。はい、今ちょっと朝なんですけどね、カフェに入ってます。めっちゃおしゃれなカフェ、まあ、ザ・バリって感じので、今日行くところはバイクで2時間ぐらいかかるので、ということで、まあ安全運転で行きましょう。楽しみ。はい。サルさん。雲の中に入ってきちゃった。寒くなってきたな。かなり寒いわ。もうちょっとで着くから。着いたよ。お疲れ様でした。ということで今ねホテルに着いたんだけど、早速ちょっと周りをプラプラしたいと思います。ムンドゥックっていうところに来てるんだけど、まあ、正直ね、なんもないっちゃなんもないんだよね。オランダの植民地時代に避暑地として有名になったのが、まあ、ここのムンドゥック。怠け者だから私は一人になっちゃった。で、まあ一個の滝は見たけど、近くにもっとあるはずだから、私はちょっと探しに行こうかなと思って、今一人で歩いてる。見てみましょうか。これ聞こえますか？何の音でしょう？めちゃめちゃめちゃうるさい。ああ、やっぱりやりましたね、もう一個。また入場料かかるけど。行きましょうか。あ、誰もいない。笑わなくていいかな。はい、降りた。綺麗な橋があって、とその後ろに滝。すごい。上りの階段はやばいよ。死にそう。あっちにタカが待ってる。心配してくれたのかな。なんかあった？ハロー。心配してくれた？心配してくれた？おはようございます。おはようございます。ということでね、次の日になりました。はい。で、今朝なんだけど。お昼なんだけど、朝ですよ。お昼です。俺からしたら朝です。時間は12時です。ということで、朝ごはんを食べにね、崖を降りてます。お昼ごはんを食べに。ようやく着いたね。お、滝だ。ハロー。奥に滝が見える。こっち。このカフェすごいわ。でしょ。見て、目の前に滝がある。はい、これがねメニューなんだけど、ちょっと1個だけね、めっちゃ高いコーヒーがあるんだよね。他の3倍ぐらいするコーヒーがある。
クラシックコピールワックムンルック。それが作り方がおかしいから、なんかここに住んでいる猫がコーヒーを食べて、それをうんこして、うんこしたコーヒーの豆を使ってコーヒーを作ってる。え、どういうこと？もう一回言って。ここに住んでる猫がコーヒーを食べて、でその豆が食べた後にまた出る。そのままうんこに出るの？らしい。でその豆を使ってコーヒーを作るってこと？そう。だからこんだけ高いの？そう。どんな味するんだろう、飲んでみましょう。そうなの、そんなお金持ってたっけ。まあせっかく来たしね、うんこの味するか見たいし。 OK。 これが噂のムンルックコーヒー。こう目の前で作ってくれるもん。火が消えた。もともとここに水分が入ってた。これを熱くするとここにこうプレッシャーが溜まってくるでしょ。それによってここに入ってる水がこれにうぃ入る。これが消えた。で今コーヒーはここに入ってるのかな。コーヒーはこっちに入ってる。だからここのレバーを引くとコーヒーが出てくる。これは合ってるのか分かんないけど、間違えてたらコメント欄で教えてください。OK、はい。どうぞ。Yes、チーム。行くよ。おお。いただきます。普通のコーヒーとの違いが分からん。バカ舌だわ。全然分からん。美味しいんだけど俺には分からん、この味。レナ飲んでみる？飲みたい。はい、いただきます。なになになに。私はブラックコーヒー好きじゃないからこれもまずい。ちょっと今ね、ルワックムンドックコーヒーのめちゃめちゃうまい飲み方を発明したから教えますね。お砂糖があるんだけど、砂糖をこっちに入れて入れすぎるでしょ。でこれ混ぜ混ぜするんだけど、飲むかと思いきやこの下に溜まったこの角砂糖を拾って食べる。砂糖食べてるだけでしょ。あーうまい。あーこれがめちゃめちゃうまい。飲むより全然食べた方が美味しい。あほらまあ、見て見てこれ、見てこれ、わかる？砂糖にコーヒーが絡まりついたこの砂糖を食べる。こういうデザートを日本で売ったら流行るんじゃない？これやばくない？